はい、こんにちは。今日は、ちょっと、料理の、動画を撮ってみようと思います。今日は、こういう材料でカレーを作っていきます。まず、カレーといえば、ご飯なので、お米を、研ぎます。北海道産の厚干しです。はい、研いでいきます。お米屋さんに教えてもらったんですけども、研ぎは1回でいいそうです。はい、じゃあこれは、お釜にかけていきます。はい、じゃあ次は、材料を、切っていきます。その前に洗わないとかですね。はい、次は、肉を炒めていきます。続いて玉ねぎを炒めていきます。
こういう、いい、調味料が売ってて、こういうのを混ぜてみたいと思います。はい、しばらく、煮込むまで時間がかかりますので、ここで一回、中断します。はい、だいぶ、煮込まれてきたので、そろそろルーを入れていこうと思います。もうちょっとで出来上がります。ちなみに SB ゴールデンカレー辛口でございます。はい、ご飯も炊けたようなので、では寄せてみたいと思います。ご飯だけだと、たくさん食べちゃうので、半分は野菜です。はい、完成です。はい、では早速試食してみたいと思います。美味しいです。ちょっと緩かったかな。こちらの半分野菜スペース、これです。ウスターソース、昭和だなと思って、あ、いけない、口に付け買っとかない。
なんか喋れよって。一生懸命食べた。うん。カレーはいけません。食レポとかできない。黙々と食べた。いっぱい作っちゃったから明日のカレーだな。はい、今回はこんな感じで、何の動画だったのか、ワクワクなんだろうって言ってましたね。はい、明日は、ワントレックスさんでエアガンシューティングです。それではまた。